どうも、スティーブン・スピルバーグ監督ですかやっぱり映画監督もいい言葉を残しますよねそれは作品を作ってるからクリエーターだからいろんないい言葉を編み出してくるんでしょうそしてそれは自然に生まれてくるんでしょうね私はねジェームズ・キャメロン監督っていうのが好きなんですけどもこの方の作品っていうのは結構ね私に合ってるんですよねどれもこれも楽しめるわけですよ何回も見ちゃいますでそのジェームズ・キャメロン監督がこんなことを言ってます馬鹿げた ほど高い目標を設定して失敗した時あなたは他の皆が成功した時よりも上を行っているだろうということなんですよねだから誰しも挑戦や失敗はあると思うんですよだからがね高い目標を設定してそれに失敗して着地した時の着地点っていうのはある程度のまともな挑戦をして成功した人の着地点よりも高いところにあることが多いということなんですよねだから勝てそうな相手と勝負するそれは確かに大事でしょでも まあ、勝てないだろうなっていうふうなね、試合に挑んで、109対0という、そういうふうな初戦敗退をした後に、全国大会で優勝したスクールウォーズヒーローみたいなのもありますんでね。これはね、これいいですね。DVD でね、買いましたよ、もう。うん。買っちゃった。安いんで。1000円か2000円で買いますから、今ね。いや、もうね、半分までしか見てないんですよ。今、八坂の信号を、あの、ラガーマンに引き込もうとして、滝沢先生が一生懸命やってるところなんですけども、涙ポイントに2回やりましてね。 くんじゃいましたねやっぱりねいやいいっすね映画って本当にいいなと思いますし何で俺は青春時代ラグビーやってなかったんだろうっていうふうな気持ちにさせますよこれははいということでねジェームズ・キャメロン監督の言葉でございましたうんでもやっぱねなんか良かったですね自分でもあの高い目標を目指してきてその目標が挫折しても低い目標で成功した時よりも上にいるんじゃないかなって気がしますねまあうぬぼれないようにこれからもやっていきますよじゃあお疲れ様でした